キー持ってる女子プライド高いってこと？ぐらい。次のか。よし。ガツカンや。今回の本さんは、せーの、ドン。はい、おはようございます。クラウドレジスタンスの鈴鹿です。お願いします。お願いします。レジスタンスの楓です。お願いします。お願いします。レジスタンスラムです。お願いします。お願いします。今回の曲は視聴者さんのお悩み相談室。お願いします。かっこいい、かっこいい。今回はなんと、もう、これレジスタンス宛てに届きました。星おじさんでレジスタンスのホストさんたちが話していた NG な服装という動画を見ました。とても参考になりました。関連した質問なのですが、ホストさんたちから見たお客様が持ってるカバンについてどんなブランドがいいとか NG なカバンとかがあったらぜひ教えてほしいですと。カバンまずブランド言ってこう。ビトン。ビトン。MCM。MCM。グッチ。グッチ。ディオール。サンローラン、サマーズとサマーズとさ、ジリスチャート、あーえ、なにこれゲームじゃん。あとはメゾンドフルールとか、あとバーバリーとか、プラダ、プラダ、あ、プラダはちょっとキャバクラの持ってそう。ミュウミュウ、ミュウミュウ、いいね。あとコーチとか、あとあとあるやん、たまエルメス、エルメスね、マーキン、マーキン大事や。それは食いつく、食いつくの。自分に使うタイプなのか、うん、人に使うタイプなのかみたいな、絶対二つまで言ってるじゃん。しかもエルメスだとワンチャンそのかパパに買ってもらったっていうさ、あーそうやね、説があるじゃん。でパパ活でめっちゃ金使えるみたいな。あとはヴィトン、夜の女の子が使ってるイメージ。なんかヴィトンとグッチって担当からのプレゼントが多い気がする。あーまあでも確かに、あーでも確かに、誕生日プレゼントでグッチとヴィトンどっちがいいみたいな、絶対なんかもらうものが多い。グッチの財布とか、そうやね、出てくる。ヴィトングッチはちょっと怪しいな。自分に使う系女子かもしれない。うん、自己投資がすごいのかなとも思っちゃう。ミュウミュウの子はピエン系、そう、ジャニオタだった子多いと思う。ああ、 MCM どうですか？わ、俺は好きですよ。おぉ、俺は好きですよ。好きそうだもんね。見た目が MCM だもんね。見た目が MCM。 じゃあ MCM の女子が来たら、俺はもうガツく、もうガツガツ、ガツがつかないな、ガツがつかないな。理由はなんすか？ピエン系が多いイメージと、ピエン系が多分僕にはまらないというか、あー、もう分かってるから、ここはもうドンピシャかな。ドンピシャ MCM だもん。 MCM 使ってなかった。使ってるよ。使ってるよ。中にはやっぱね、可愛い子もいるからね、MCM ね。可愛いと思うよ。どこ見てんの？は？年上の人多いよね。か、なんかその大学生の子で、親からのプレゼントとか。コーチって、手軽にできる、なんかアウトレットとかにも置いてあるブランドなんで、それがなんかコンセプトらしい、調べたら。あ、そうなの？そうそうそう。値段も高いの、コーチって。まあ、ディオール、ヴィトン、セリーヌとかに比べたらさ、やっぱさ、バーキンとかに比べたらさ、バーキンも格上でしょ。え、バーキン来たらみんな買っつくと思うよ、絶対。絶対、本当にバーキン分かる。絶対買っつくでしょ。もうちょっと分かってないな。え、来たらじゃあがっついた方がいいんですか？がっつく。で、絶対 LINE 聞くし、カバンに触れてあげる。だって絶対その子からしたらステータスなわけじゃん、バーキン持ってる。あー、なるほど。バーキン持ってる女子、プライド高いってこと？モテるぐらい自分磨き頑張ってるってことですね。で、美意識高いし、だってその子と一緒にいたら自分の美意識上がるってことでしょ。その子のおかげでありがとうございますって。わかりました、バーキンのさ。バーキンのさ、わかりました。バーキンをじゃあこれからガッツくって。バーキン来たらガッツきます。めちゃめちゃカバンの話してる。めちゃめちゃカバンの話してる。触れて触れます。でもさ、ストレートになんて触れるの？だってさ、これいくらって聞いたらなんかすごいさ。いや、まあ確かに。いや、いくらは聞かない。そんな聞き方じゃあ、そう、聞きない、聞きない。え、めちゃめちゃすごいね、どうしたのって。あ、これなんか、まあ普通にそこら辺のやつ買ったの。自分で？まあそう。すごいわ。ちょっとがっついていいかな。わかりやすくない？はっきり言っちゃうタイプだから。あ、そう。それが刺さる子もいるよね、やっぱ。俺は結構はっきりだけど、うん。どうなの？わかんないから、まだ。わかんないから。わかんないから。まあでも、触れないかな。触れないんだ。何に触れない？うん。あ、でも、うん。ぐらい。いやらしい、いやらしい、いやらしい、どっちもいやらしさ全開だった。逆に蜜具系ホス狂いってやっぱいるじゃん。そこら辺の子どういうカバン使ってると思う？いや、MCM、 MCM、 マジ MCM。 やっぱジルスチャートじゃない？ジルのカバンが俺わかんない。あー、持ってくればよかった、持ってたの。いろいろカバン持ってそうだよね。そっち系のカバン、あの、エルメスとかディオールじゃなくて、こっちか、こっちか、ビビアンとかのカバンプレゼント。あー、ここ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 
くでしょ、じゃあ俺がつきますね。はい、でもノーベランド女子ってどう、逆にがつくかもしれないね。考え方によってはだってさ、自分に使わないで、まあ、お気に入りの人がいるからそこに全部継ぎ足す、はいはい、自分にお金をかけないタイプの、そうじゃあカバンちっちゃいのと大きいのだったらどっちがいい。俺はちっちゃいのかな。ちっちゃいの、うん、ちっちゃいのかな。ちっちゃいのかな。強くない。でもカバンが2個ある子とか。そんとこいる？え、何2個？2個ある。一番わかりやすいのもキャリーケースだよね。キャリーケース持ってきたらもう、うん、ガスク。キャッシャーに。キャッシャーに預けてさ。だって旅行かもしれないじゃん。ガスかない。いやでも東京に来るか。そう。東京にどれぐらい来てるのか。確かに。1週間ない分ぐらい。1週間だよ。1週間だよね。2日間。リアル。最近でキャリーケースを見ちゃうよ。見ちゃうよね、うん、でもキャリーケース持って初回に来る子大体担当と喧嘩してきてるからじゃん。だからガッツくってこと。担当に通ってるっていうのが分かったら、まあ、頑張ってる子なんやなっていうのは、うん、で長い目で見て連絡しちゃう。はい、ダムさんどうですか、うん、勉強になりました。あ、もうとてもキャリーケースとマーキーはガッツくガッツくで、ノーブランドよし。ノーブランドよし。よし、よし。リュックないでしょ。がっつかないな。うん、登山行くからみたいな。これはこれがっつく自由かなんかかな。いや、可愛いよ、うん、めちゃめちゃ可愛い。いや、なんで今俺はがっつくかもしれない。オッケー。どこのって聞いちゃうかも。普通に褒めてどこの顔一回聞き出すかも。あ、自由って言われたの。自由に見えないで、頭の中では、あ、自由か、よし、がっつかんやこういう風に見てもまあ別に、あ、その自分にお金をかけないのかなっていう。あ、さっきで言ったそうだね。あ、ノーブランドでガッツくって言ってよ。だからさっきと言ってること違えなと思って。言ってよ。やっちゃったと思って。自由って言って引いたってこと。いや、もっとあるでしょうと思って。なんか買ってあげるよってなっちゃうかも。あ、ほんと。 MCM の方だったらどうしよう。ガッツかわよ、これ。とりあえずノーブランドでもなんか何でもいいんですけど、でかいパソコンが入るようなカバンよりかは大きすぎない感じ。いいんじゃないかなって思う。あとブランド物で一番喜ばれるのはバッキーなんですけど、普通の人が持ってるはずないので。そうグッチとか。グッチビトンあたりじゃない。グッチビトン、あ、いいですね。その辺はグッチビトンがいい、うん、なるほど、うん、と思います。ちなみに私のおすすめはメゾンドフルーとジルスチャーと思ってる子は三つ毛系女子だなと私は心の中で思ってます。ありがとうございます、情報。かわいいと思います。そこはガッツけとガッツけほしいですね。自分を自己犠牲する系女子で、周りに多いからそういう方多分持ってる子が、はい、ということで視聴者の方にお答えになったかわかんないですけれども、まあ私たち各個人的な意見ですので、皆さんそんなにご参考にはしないでください。よろしくお願いします。個人的な意見になってしまったらちょっと本当の本音かどうかはですね、ぜひレジスタンスに初回で遊びに来て皆様に聞いてください。よろしくお願いします。それじゃあまた見てね。バイバーイ。皆さん、ホスロジチャンネル登録してね。よろしくお願いします。